始まり始まり、またメッセージ送って。はい、では一回いいですか、ちょっと聞いててよ。私は人にも送って。説明します。こんなつに送って。説明します。はい、よく見て聞いてください。はい、黒鍵の2本の部分、この真ん中の2本の音、この高さ。次は黒鍵とはここのことです。そうです。もう一回いいかな、順番に弾いていくからね。ここからよく聞いててよ、音の高さ覚えてね。わかった。 OK、 じゃあまずここからここまでの高さで音当てクイズします。はい、また位置について。いきます。まず1問目、同じ位置についてください。同じ位置についてください。ずるっこはする意味がありませんので。ねえかいくん、ずるっこしちゃダメだよ。れいちゃんもそっち側行くんだって。全国ネットですけど、いいですか。はい、いきます。2問目はい、はい、大正解。3問目、だんだん近づいてきてますけど、もうちょっと離れてください。ポップコーン。はい、どっち向くんだっけ。2人が止まったらスタートします。はい、はい、大正解です。はい、もう一回、だんだん近づいてますけど、大丈夫、大丈夫とか意味が分かりません。元の位置についてください。スタートラインについて。スタートラインはあそこだ。いいですか。準備ができたら、準備ができたら始めます。最後の問題です。はい、よくできました。じゃあ最後の問題って言ったけど、もう一問やります。今度は今のは順番に高くなったの分かった？気がついてた？順番じゃなくって、どこの高さになるか分かんないよ、今度。いいですか？はい。はい、位置についてください。位置についてくれたら、いきます。じゃあ、この高さです。黒鍵2本の音、低い方、これ真ん中だよね。ここかな、いいかな。全国ネットですけど、いいですか。これを聞いてる皆さんが、あーうるさいってなっちゃうよね。はい、ピアンドリルさん、耳を澄まして、いいですか。ねえ先生、今弾くの？よく聞いてね。よーし、わかったわかった。 OK、 大丈夫だね。じゃあ問題です。位置について。はい、どこ向くんだっけ。はい、はい、そこじゃないよ。そこじゃ見えちゃうから。ピエーねえねえ、それさ、ピアノにぶつかるとさ、蓋がバタンって閉まっちゃったりすると危ないから、そう、その辺はよく考えてね。いきますよ。最初のあの窓の近くがいいな。はい、そこです。あ、じゃあそうしよう、そうしよう。そのさ、窓に手ついてるところからスタートにしようか。いいですか。いきますよ。では問題です。